僕がねウォルマートで、ね、買ったのはね2つで、まず1つ目はこれ、緑谷出久の帽子、なんか売ってましたね。あの12ドルがあの8ドルになってたんで買いました。これお兄ちゃんね誕生日近いんでこれ渡します、誕生日プレゼントです。でもう一つはサッカーってことで皆さん大好きこれ USA アメリカ代表のねジャージですね。これは確か安かったんで買いました。35ドルが11ドルになってましたね。もう半額か、うん、すごい。これ XL 買いましたね。ダボっとしてきたいんで、よいしょ。これねユナイテッドステイツって裏にもね書いてあります。うん、ねアメリカ代表のねものね、セールのアメリカ代表のグッズめっちゃある。このウォルマートに限らず他の店にも、そうワールドカップって書いてあるんだよね。だからワールドカップで多分め結構売れ残っちゃったんでしょうね。鬼滅の刃のなんか売れ残りが安くなるみたいな、大量に売ってるみたいなのと同じ現象です。まあでも僕はねサッカーグッズ欲しいんでね、まあこれは11ドル、お得じゃないでしょうか。ってことで以上。